どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク。メンテナンスが終わりまして、プレミアム会社に新しい、キャラクターとして、護衛のラビット、霧島彩斗が来ています。早速、キャラの詳細を見ていきましょう。まず武器耐久値が8でアタックポイントが12ですね。100% 熟練度にした時に、ブレイクバースト S マイナス味方全体にかかる、ブレイクバーストですね。対象ブレイクした際1ターンの間味方全体の攻撃力を 1.5 倍にする。これかなり強いと思います。で、攻撃力500アップ、防御100、武器耐久値プラス3の、最後に属性キラー、非属性キラーですね、 S プラス、キャラクターへのダメージが 1.5 倍で、デフォルトでの攻撃力が940か、ちょっと少なめなのかな、わかんない、最近のキャラが高いんで、なんとも言えないんですけど、これがかなり魅力的で、誕生日サイコが 1.75 倍かな、ブレイクした時に味方に防御力デバフじゃねえわ、あのバフかけるんですけど、こいつは 1.5 倍のバフということで、プレミアムガシャにしては、熟練度 100% のブレイクバースト S マイナス味方かっこ味方全体は、かなり優秀なんじゃないかなと思います。スキルの方が、弾切れか、敵単体の武器耐久値をマイナス5、3ターンの間自分自身の、攻撃力 1.5 倍、敵前衛攻撃力 1.6 倍の6連ダメージ、アタッカーだね、完全にアタッカーで、敵単体の武器耐久値をマイナス5、悪くないと思う。完全にあれですね、アタッカーなんですが、プレミアムガシャ、ザ・プレミアムガシャ的な性能なのか、いやでも強いなこれ。ブレイクバースト S マイナス、ブレイクしたとき1ターンの間味方全体の攻撃力を 1.5 倍か。まあこいつがブレイクすることが大事で、スキルに武器耐久値を削る効果があるんで、まあプレミアムガシャの中ではなかなかいいキャラなんじゃないかなと思います。じゃあ、10連だけ引いていきましょう。最近対象のやつ引けてないよ。昔はさ、来るんじゃないのって言ってたら来てくれてたじゃん。ねえ、おっと、あれこれ演出変わった？そんなことない？なんかバチバチが鮮やかになったか？あ、なんかこれあれバチバチ鮮やかになった？なんかそんな感じするんだけど、そんなことないのかな。おっと、グールだよ。これ来るんじゃないか？これちょっと期待していいですか？これ期待していいですか？俺 RE のキャラ使いたいんだよ。頼まい。やったぜ。これ使おうぜ。熟練で、でもさ、でもこいつの一番の特徴はさ、ブレイクバースト S マイナスのかっこ味方全体のバフなのに、熟練で 100% にはできないな。なかなか大変ですよね。ということですね、こいつどうなんだろう、チケットガシャン追加されんのかな。いやでもそうか、この前リニューアルしたばっかだし、追加されるかどうかは、まあ、多分されないと思う、まだ。はい、まあまた後々ね、何ヶ月か後に追加された時に10連で 100% にしましょう。というわけでお疲れ様でした。久しぶりに10連でピックアップいけたんで満足です。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。